ようございます、釣り子 TV です。これね、ライザーベイト、結構フローターで野池に浮いたりとかですね、いろいろ投入してみて試してるんですけど、この連日の雨とあとは濁りでですね、なかなか競争で魚を追うバスが少ないっていうことでですね、なかなか釣れていなかったんですけども、シーバス釣り、これでちょっと使ってきてみたんで、ご覧ください、どうぞ。おー、あー、でかい、いる。シーバスが根元まで追ってました。あー、追ってた。お、シーバスなんですね、これついてるのは。ライザー、ライザー、今のライザーに食ったけど、おいしょおいしょおいしょ、乗った乗った、おっしゃー、初ヒット、初ヒット、初ヒット、大丈夫です、大丈夫です。よいしょ、よいしょ、釣れた、ありがてえ。はい、というわけで帰ってきました。これね、ライザーベイト、これは針そのまんま、あのオリジナルのサイズで使ってみたんですけども、結構出しどころが見えてくると、もしかしたらすごい活躍するんじゃないかなっていうのを感じました。っていうのは、まあまあまあ、シーバス魚さえいればなかなかルアー簡単に食いつくよなんてイメージがあるんですけども、いるのは確実なんだけども、なんかミノーに食い切らないな、浅いんだけどもっていうような時があるんですよね。まあベイトのサイズが、ルアーとずれているのか、なんかいろんな要素はあると思うんですけども、あとは地合いとかいろんなタイミングはあると思うんですけど、結構今回ですね、あれミノー絶対釣れるはずなんだけどな、7センチ8センチ前後の釣れ線のサイズ投げてるんだけどな、なんていう時に、あれ食わない、困ったぞっていう時に、なんかこれが釣れちゃったんですよね。うん、まあ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 、このライザーリップでピョン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 投げて、ちょっと沈めて、でそこからタッ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 てこうトゥイッチしながら上げてきて、で全部食いつくのはこのライザーリップで、やっぱ水面からピョーンって飛び出した直後とかなんですよね。そんな魚が食いつけなくなるほどピョーンっていう風に飛び魚みたいに飛ぶわけじゃないんですけども、このリップでピッピラ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 ッタッてこう水面から上がったってこうラインで引っ張ってると、ふって軽くなって、こう、ああ、浮上したなってのわかるんですけども、その瞬間にバコーンって出るんですよね。で、それで食わなくても、しばらく同じ要領で、一回飛び出した後は、ちょっとトゥイッチのペース上げて、パッ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 って、さらに誘い上げてくると、トップレンジで、カチッと食ってくれるっていうことで、ただやっぱり、フックは、この007っていうのはオリジナル結構ちっちゃめのフックがついてますからね、ちょっと曲げられちゃったりするとバレちゃうってこともあるかと思うんで、まあ、ここら辺のフックギリギリまで、まあ結構小さくて太軸のいい針がついてるんですけども、もうちょっと番手上げてかな、もう1ランク太い針、こいつのアクションが破綻しない限りで、大きい丈夫な針に変えていければなっていう風にシーバスで使っては考えていたんですけども、まあ、この後008っていうもうちょっと大ぶりなやつが出るみたいですからね、そこら辺も出たらぜひ一個は買いたいなという風に思ってるんですけども、ただまあシーバス釣りとかにおいてはできれば釣れ線の10センチ11センチ台なんかの軽やかな動きをするこのライザーリップ搭載したやつなんか出たら、ぜひもんで使ってみたいなっていう風に思うんで、期待していきたいなと思うんですけどね。とりあえず今日はですね、こんな感じで、ライザーベイトを、ピョッ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 って投げてみたら魚出たよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。